よし、じゃあ、ここ、恐竜の卵を置く場所じゃない？もしかして。ねえ、そんな感じしません？なんか。違うか。なんだろう。水？上から、あ、違う。焚き火とかする場所だったのかな？昔の人たちが。ねえ。ん？なんか2箇所なかった行く場所。こっちか。あやっと危ねえ。こっち？あ、回復パックあるから取っとこっかな。取っとこうか。はい。あ、普通に戻れるパターンね、これ。上に。ちょっとじゃあ探索しようかな。戻れるよね、これ。こっちから、こっから。ね。戻れないパターン、これ。いや、戻れた。はい、オッケーオッケー。じゃあ一回、下を探索しますが。お、回復パックゲット。よし。滝の裏行けない。レリックとかリワードは光ってるからね。リワードってかアーティファクトか。光ってるからね。なんか拾ったぞ今。わかんないけど。なんかヒントマークみたいなのが右下に表示されてたから。普通に取っちゃった。これメインルート？じゃあさっきの方にあったのかな。はい、ってことでね、さっきの場所まで戻ってきました。分かれてるところ二手に。こっち行って探しても何もなかったから、今度はこっち行きますね。はい、登ってって。あ、ここ、橋渡るのかな？はい。OK。あ、回復パックあった。ゲット。結構集まったんじゃないか。6個。これ下はなんかあるのかな？わかんないですけど。回復アイテム多くね？なんか、あ、上に、あそこに行けるんだね。行くんだね、じゃあ。回復アイテム多いってことは、また恐竜と戦うのかな？これは、そうだよね、左だよね。はい。オッケーオッケー。これで。はい、オッケーオッケー。はい、とりあえず上に行きました。てっぺんかな、ここが。行ける場所の一番高いところかな。こっちはなんだ。あ、レリックじゃないや。あれがあるじゃん、あれ。なんだっけ。アーティファクトか。取りに行こう。あ、じゃあ。びっくりした。よしよしよし、オッケー。角みたいなやつゲット。また今度こっちから行くのかな。行けないパターン、これ。もしかして、マジですかい。はい、ってことで戻ってきました。ここまで、てっぺんまでね、持ってきました。で、おそらくここを滑ってジャンプしていくんだと思います。行きましょう。よっしゃ、オッケー。ポールにジャンプで捕まって。はい、オッケーオッケーオッケー。順調。あっと、危ない。びっくりした。びっくりしたっていうか、まあ判定が厳しかったら今の落ちてたぞ、落ちてたぞっていうね。やばいっすね。判定甘い時があるんだね、これ。アニバーサリーって。トゥームレイダースだったら絶対落ちてたもん、あれ。これなんか、また洞窟の中入ってきたけど。どうすんのかな、こっから。アーティファクトないかな。ここ登れるんだ。登れるんだね。でもなんもないからね。はい。ちょっと洞窟の奥にまた行きましょうか。じゃあ。なんもなくない？本当に。緑色の岩がいっぱいあるだけで、洞窟だよ。緑色の洞窟だよ、ただの。これはね、そうでしょ？ここ下行けないよね。
から滑っていくんだよね。よいしょ、はい、OK。 次はどこに、あそこに下に捕まるのかな。あ、後ろか。次、はい、後ろ、どっち行けばいいの、これどっち行けばいいんだろうね。ん、ちょっと右行ってみますね、一回チェックポイント。よし、今度こそは行ってやる。もう何回も落ちた。オッケーオッケー、よし、行けた。ああ、さっき来た場所なのかな、わかんないですけど。これ上行けちゃうじゃん、でんぐり返しで行けちゃうじゃん。上にできないね。はいはいはい、 OK。 あ、これ帰り道ね。なるほどなるほど、やっぱり帰り道だったんだこれが。よし、ジャンプして、あそこに捕まるのかな。あとはこれはね、違うよね。はい、で降りていって、ここには何もなかったのね。クマがいただけで何もなしっていうね、報酬ないのかって感じでしたけどね。おお、いいアングルですね。はい、チェックポイント。で戻ってギアを取り付けるってわけね。はい、ここが気になるんだよね。行ってみよう。 OK、 行けた。これはもう行ってもいいの、ここはチェックポイント出たね。はい、 OK。あ、敵がいるぞ。敵、敵じゃないか、あれを破壊するのかな、もしかして。 OK、 OK。 そしたらポールが出てきたと。ポールになりました。ん、あそこに捕まるんだね。まずはこっちに、あっちに行ってから行って回り込んで、でグラップルで行くわけですね。はい、わかりましたけど、いいのかなこれで。まだギア取り付けてないんですけど。よっしゃ、 OK。 あれも壊すのかな。あ、壊れた。壊しちゃったけどいいのかい。あ、グラップルで使うのか、ぶら下がるのに。あ、こっちか。 OKOK。これは左かな、あ、右かな。はい、 OKOK。 いや、こんなか。うん、でジャンプしてだね。あ、なるほど。なんかね、リワードないかね、アーティファクト。光が特に滝の中にもないし、見えないし、見当たらないね。じゃあ、あれ取りに行こう。3個目のギアです。よし。お宝みたいに光ってるけど、あっと。コウモリ出てきたぞ。OK、チェックポイント。これは、難しそうだと。あ、危ない。ね、動いてるからね。こっち側に来た時に、よし、OK。こっちの方に行っといた方がいいんじゃないか。こっちからじゃ遠いかな。行けた、行けた、 OK OK、 行けた。そして上に登っていって、これ上は何もなさそうだから、後ろかな。はい、後ろジャンプ、 OK。 これさっきの場所の上か。お、なんかスイッチが、レバーがあるぞ。 OK。 より開いたけど、なんかクマとか出てくんじゃないの、ここ。
どこの檻がいたの？ここどこって感じなんですけど、さっきの場所か。あれ右に行くんじゃないかっていう。ねえ、関係なかった。流されていいのこれ。ねえ。大丈夫だった。生きてたよ。さっき行ったっけ水の中。行ったっけな。ちょっと待って。はい、もう一回。見に行こう、ちょっと。おうおうおう、行ってなかったぞ。いやでも回復パックだけかよ。今のさ、効果音鳴ったじゃん。アーティファクトの効果音鳴ったよ、今。回復パックだけ。水の中にあったのかな。ないね。ないよね。ないね。はい。で、今。アーティファクトまだ1個しか見つけてない。あとアーティファクト1個で、あとレリック1個ね。はい。これもう全部ギア集めたんじゃない？もしかして。もうゴールまで行っちゃうんじゃないか。このまま。ここでジャンプかな？はい。オッケーオッケー。よし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 、オッケー。でここにギアをはめて、はい、こぐ。こぐってなんて意味なんだろうね、わからないですけど。ちょっと時計仕掛けのマシーンが動き出したぞ。機械仕掛け、古代の技術ですね、テクノロジー。これは下は行けないから、さっきも行かなかったっけ？行ったよね。あ、でも、あ、そっか。今度はこっち行けるってわけね。なるほど、なるほど。さっきあっちに行ったけど、今度はこっちに行くんだよってことだね。はい。よし。よし、今かな？はいはい、休憩。よし、うまくいったぞ。はい、これで。ギアを刺してレバーを引く。 OK、 これで最後かな。お、なんか顔みたいなのが、石の顔みたいなのが落ちてきたぞ。あ、ダムみたいになるってことね。水止めね。なるほど。でも目のところから出てるね。ちょっとこれで水の量が減って、あ、新しい道ができたってことなのかな。だったらね、最初からね、滝の方に行ってればよかったかな、みたいな。まあ、最初は開いてないのかな、あの、道がね。この後どうすんの、これ。止まっちゃったよ、あれ。あれ止まっちゃったんですけど。ちょっとこの後どうしようもないよ、これ。え？どうするのこれ。あ、飛び込むってことか。飛び込むってことね。水に飛び込むんだね。はいはいはい。もうクリアじゃないのこれ。よっしゃ。クリアかこれ。クリアですね。アーティファクト1個しかゲットできなかった。レリック0。でした。ちょっとね、また今度やります。